キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、以前動画で投稿いたしました中国製スターリングエンジンタンク模型の現在の状況を報告させていただきます。よろしくお願いいたします。2回ほど走行試験を行いましたが、うまく起動しませんでした。どういうことかということで、分解整備してみたところ、こちらの加熱部位のガラスシリンダーが破損してました。輸送途中で破損してたのか、それとも製造過程ですでに破損してたかは不明です。パッキンのシリコンのオーリングもすでに破損してました。そこで付属でついてました予備の、ガスシリンダーに予備のオーリングを接続して取り付けてみたのですが、起動に至らず、そこで水道の補修用に使われているテープを巻きつけて、接続してみて、装着して、起動実況をしてみたのですが、起動には至りませんでした。気密性、これではまだ気密性がちょっと難しいのかなと思います。それと、これをつけて、オーリングをつけて、ここに入れようとしても、もう、入らないということです。ここが問題です。この中に、ここの部位に1個、2個、2つの溝が中にありまして、そこにこれがはまるようになって、気密性を維持しているという構造体です。調整というか修理にはしばらく時間がかかりますし、もしかしたら軌道にさせることができないかもしれません。以上です。Thank you.